はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、やってまいりましたベイブレードの動画ですね。はい、以前ね、皆さんからいただいた改造例をもとにですね、今回から対決していきたいと思います。はい、はい、それで、最初はですね、この8つのベイで一番強いベイを、決めていきたいと思いますね。かなり皆さんから多くね、改造例をいただきましたので、はい、まずこれが A ブロックということでやっていきましょう。はい、はい、まずはこちら、ユグドラシルナックルユナイト、バルキリーマグナムインパクト、スプリガンリミテッドリボルブ、ジェイルヨルムンガンドトリプルリボルブ、ダークデスサイザーフォースプレス、ゼノエクスカリバーグラビティクロー、オーディンアッパーリボルブ、デスサイザーヘビーディフェンス、以上の8つのベイでございますね。はい、それぞれ3回ずつ我々シュートしていきたいと思います。はい、計6回だね。オーバーフィニッシュが1ポイント、スピンフィニッシュ1ポイントで、バーストフィニッシュが2ポイントというポイント制でやっていきましょう。はい、うん、でそれぞれベイに、ポイントをつけて、どれが強いかをやっていきたいと思います。はい、はい、では早速やっていきましょう。はい、まずパパはバルキリーマグナムインパクトでございますね。はい、ユグドラシルナックルユナイト、はい、3、2、1、ゴーシュ。あ、そうだ、マグナムインパクトだからゼノエクスカリバーついてたやつだからね。こんな感じになってる。こうなるときついんじゃないかな、バルキリーの方は。やっぱりね。3、2、1、ゴーシュ。おい、オーバーフィニッシュ。はい、3、2、1、ゴーシュ。あー、こうなるね。またパパきついんじゃない。パパじゃない、バルキリー。バルキリーは結構きつい。今度は、ね、個人の対決じゃないから、ベイの対決だからね。やっぱり、スピンフィニッシュね。ベイ交代しまして、ユードラシルナックルユナイトにします。はい、エイシン君がバルキリーマグナムインパクトですね。3、2、1、ゴーシュ。よし、よし、おい、バーストした。3、2、1、ゴーシュ。おー、よっしゃ、バルキリーのオーバーフィニッシュ。はい、3、2、1、ゴーシュ。はい、ということでユグドラシルのスピンフィニッシュ、最終的にはユグドラシルナックルユナイトが5ポイント、バルキリーマグナムインパクトが2ポイントで、はい、ユグドラシルが1回戦突破です。お、第2試合ですね。はい、スプリガンリミテッドリボルブ対ジェルユルムンガンドトリプルリボルブ。はい、これで対決していきましょう。はい、3、2、1、ゴーシュ。ちょっとジェイル・ヨルムンガンドがブレちゃった。あ、そんなことないか。でも結構両方、両方ともあれだね、やっぱリボルブドライバーがいい感じに斜めに回ってますね。はい結構だれてる。あー、おーい、3、2、1、ゴーシュ。あ、こういうのは両方大丈夫だ。うわー、結構当たってるけどまともなんじゃないかな。おお、これ長いね。うん、あ、3、2、1、ゴーシュ。ガチガチいってんね。同じドライバーだけあって、あれかな。なかなか勝負が決まらない。うん、さっきから。おお、スプリガン。じゃあパパはジェイリオルムンガンドに変えます。はい、エイシン君がスプリガンです。はい、3、2、1、ゴーシュ。おい、おー、バーストフィニッシュ。ジェイリオルムンガンドバーストフィニッシュ。3、2、1、ゴーシュ。ガチガチってね、すごいね。すごい、これマグの戦いじゃん。あっ、おー、3、2、1、ゴーシュ。おお、バーストフィニッシュかな、これは。うん、一応 J リオルムガンド、あのスタジアムから出ちゃったけど、うん、バーストフィニッシュでいいんだよね、これね。はい、はいはい、ということで、最終的にはスプリガン2ポイント、 J リオルムガンドが6ポイントですね。はい、ということで1回戦第2試合は J リオルムガンドの勝利でございます。おお、
はい、1回戦第3試合ですね、ゼノエクスカリバーグラビティクローです。もう一つがダークデシサイザーフォースプレス。はい、3、2、1、ゴー。両方結構すごい手術だね。あーでもダークデシサイザーだね。ゼノエクスカリバー回転が止まった。3、2、1、ゴー。おお、オーバーフィニッシュ。3、2、1、ゴー。なかなかでもバーストがしないね、うん、あーゼノエクスカリバーきつい、うん、おーダークデスサイザー。では今度はパパがダークデスサイザー、エイシン君がゼノエクスカリバーです。はい、3、2、1、ゴー。ちなかなかバーストしないね。おー、ゼノエクスカリバーバーストフィニッシュ。3、2、1、ゴー。パパちょっと早かった今。今ねフライングしてるんで。あ、最後。いやー力入るな、なんか。おー、おーダークデスサイザーのスピンフィニッシュ。3、2、1、ゴーシュ。おー、ラストチェックスか。どっちが勝った？あー、ゼノがふらついてきた。あー、ダークデスサイザー。はい、ということで1回戦第3試合はダークデスサイザーフォースプレスが4ポイント、ゼノエクスカリバーグラビティクローが3ポイントでダークデスサイザーの勝利ですね。はい、では最後に1回戦第4試合ですね、デスサイザーヘビーディフェンス。これね、よくね皆さんからいただいたやつです。はい、かなり強いみたいだからこれ期待したいですね。はい、それともう1個のベイがオーディンアッパーディボルベ。はい、じゃあいきましょう。はい、3、2、1、ゴーシュ。地球に入ったね。おお。すごいな。なんだ、こんだけ当たってるの両方とも安定してるんだけど。うん、あ、デスサイザーが危ないかな。うん、デスサイザーちょっと危なくなってきたんだよね。オーリンが結構ぐらついてないね。あ、やばい。容赦、ぐらついてくれ。あー、オーディン。3、2、1、ゴー。お、今度はデスサイザーいいかな。今度はいいね。結構無理に弾かれてたね。はい、デスサイザーのスピンフィニッシュ。はい、3、2、1、ゴーシュ。バーストはしませんね、うん、なかなかしないね、バースト。やっぱり違うね、デスサイザーの音。ああ。オーディン。はい、ベイ交代して私がオーディンで、シン君がデスサイザーですね。はい、3、2、1、ゴーシュ。お、今すごい跳ねたけど。すごいな。同じ結果かな、A ちゃんがシュートしてもパパがシュートしてもね。うん、でもパパ互角というか、あれ今度はお願い、粘って。おお、デスサイザー1ポイント。3、2、1、ゴーシュ。今すごい配信だね。もう安定してるの、滑らかな方のデスサイザー。そうだね、なんか、あ、両方安定してない。やばい、ディバルドライバーはあるとちょっときついんだよね。おー、デスサイザー。3、2、1、ゴーシュ。これでオーディンが引き分けに持ち込めるか、それともデスサイザーが勝ち残るか。もしオーディンが引き分け持ち込んだらもう1試合あるね。もう1試合。あ、でもあー、デスサイザー。はい、ということで第1回戦の第4試合、オーディンが2ポイント、デスサイザーが4ポイントでデスサイザーヘビーディフェンスの勝利ですね。はい、はい
はい、それでは続いて2回戦いきたいと思いますね。はい、ユグドラシルナックルユナイトとジェイルヨルムング&トリプルリボルブ、これで対決でいきましょう。はい、エイシン君はユグドラシル、はい、じゃあパパはジェイルヨルムング&でいきます。はい、3、2、1、ゴー。がね、割と強い気がするんだよな。ユナイトドライバーはね、アタックタイプの動き持ってるし、アタックの動き。あーっと、ユグドラシル。ユグドラシル。3、2、1、ゴー。すごいね。ガチガチいってる。いってるけど全然バーサスしないよ。うん、あ、でもジェイルがきつい。ああ。3、2、1、ゴーシュ。ああ、ユグドラシル強いな。本当だ。ユグドラシルのスピンフィニッシュ。3連勝。はい、それではベーコンお願いします。はい、私がユグドラシルでエシン君がジェイルヨルムンガンドです。はい、3、2、1、ゴーシュ。どうやらユグドラシル、おー、スピンフィニッシュ。ユグドラシル4連勝。3、2、1、ゴーシュ。おー、またユグドラシルだなこれは。おい、3、2、1、ゴーシュ。おお、最後ジェイルヨルムンガンド意地を見せましたね。最後意地見せた。はい、ということで2回戦第1試合はユグドラシル、ナックルユナイトが5ポイント、ジェイルヨルムンガンドトリプルリボルブが2ポイントということで、ユグドラシル、ナックルユナイトの勝利でございます。決勝進出です。おー、はい、続いて2回戦第2試合ですね。はい、ダークデスサイザーフォースプレスとデスサイザーヘビーディフェンス、はい、新旧対決になりました。本当だ。エイシン君がダークデスサイザーで私がデスサイザー、はい、これでいきたいと思います。3、2、1、ゴーシュ。ちょっとブレちゃったかな、ダークデスサイザー。けど、お、やっぱりダークデスサイザー白くの見えるのがなんかね、白黒っぽいから。おー、バースト、バーストいきなりだ。3、2、1、ゴーシュ。ブレないな、ヘビーディフェンス。ほんとだ。また力を見せてくれるかな、急デスサイザー。おお、デスサイザーのスピンフィニッシュ。はい、3、2、1、ゴーシュ。おお、デスサイザーのスピンフィニッシュ。それでは米変えまして、はい、私がダークデスサイザー、エイシン君がノーマルデスサイザー。はい、3、2、1、ゴーシュ。おい、両者バースト、これはどうなるんですか。これは両者ポイント、ゼロポイント、両者ゼロポイント。はい、なるほど。3、2、1、ゴーシュ。結構デスサイザーかなりふらついてたのに、あ、ダークデスサイザーのスピンフィニッシュ。はい、3、2、1、ゴーシュ。うわー強い、デスサイザーヘビーディフェンス強いな、やっぱり噂に聞くだけあるね。うわー、なんとデスサイザーが、ダークデスサイザーがバーストフィニッシュ。はい、ということで2回戦第2試合はダークデスサイザーフォースプレスが3ポイント、デスサイザーヘビーディフェンスが4ポイントということで、デスサイザーヘビーディフェンス決勝進出です。
はい、それでは A ブロック決勝戦ですね、はい、ユグドラシルナックルユナイトとデスサイザーヘビーディフェンス、はい、こちらの戦いになります。エイシン君はデスサイザーで私がユグドラシル、これで対決していきたいと思います。はい、3、2、1、ゴーシュ。ちょっと跳ねちゃったな。両方ともすごい硬いからね、うん、ちょっとチリチリ当たってるぐらいで、うん、なかなか。ああ、デスサイザー3、2、1、ゴーシュ。あ、今のは両者、両者じゃないね。先にユグドラシルがバーストした、はい、でその後当たったパーツでバーストしちゃったから、うん、デスサイザーのバーストフィニッシュですね。はい、3、2、1、ゴーシュ。なんか静かに見ちゃうね、うん、これはユグドラシルが勝てるか。あー、ダメ。米交換して私がデスサイザー、はい、エイシン君がユグドラシルです。はい、3、2、1、ゴーシュ。両者バーストだね、これはね。すごい。3、2、1、ゴーシュ。デスサイザー、さっきカウンター攻撃くらった。おお、だあ、普通のデスサイザー。3、2、1、ゴーシュ。戦いだよこれは、うん、おお、残る。おお、また今のはデスサイザー勝ったね、うん、すごいね、すごい。ということで、ユグドラシルナックルユナイトなんと0ポイント。デスサイザーヘビーディフェンスが6ポイントで、A ブロックの優勝者はデスサイザーヘビーディフェンスです。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。すごいね。すごい。いやー、やっぱ噂通りの強さでした。はい、はい、ということで今回はベイブレードトーナメント A ブロックでした。はい、ということで皆さんからいただいた改造例をもとに初めて対決をしてみましたね。はい、今後もですね、どんどん皆さんの改造例を教えてください、はい、ブロックがどんどん増えていくだけだから、うん、無限に増えていきますからね。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。お願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、長々とやってまいりました。結構長い動画になっちゃったかもしれませんね今回はね、はい、これね一発撮りだから最後噛んじゃうともうきついですね、うん、はい、ということで今回は以上でございますかな。はい、もうねメモリーカードもないんだ、録画してる、うん、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。